SCP-014-J フォーク、オブジェクトクラス、ケテル。特別収容プロトコル。 SCP-014 の収容セルは常時施錠することとなっています。クリアランスを満たす職員は3週間前に正式な嘆願書を提出することで SCP-014 の観覧を許可されるでしょう。 SCP-014 を取り扱ういかなる職員も特別予防プロトコル014-2を受けなければなりません。 SCP-014 に暴露された職員は全員48時間の隔離と精神鑑定をその後受けなければなりません。暴露後手を洗うべきなのは当たり前の話です。説明。 SCP-014 は推定可能な限り1890年代から洗っていないアンティークの使い古したディナーフォークです。 SCP-014 は電気メッキの施されたニッケルシルバー製ですが製造時期は不明です。また右端の刃がと外側に曲がっています。茶色の汚れとカビは持ち手の先端とくぼみの装飾部を引き立てています。調査の結果この物質は SCP-014 が牛肉か何かに使われたことを示しているようです。 SCP-014 がこの施設に移されたのは1970年代初頭ですがどう見てもごくありふれたディナーフォークのようです。もし何らかの異常性を備えているとすればこのプロジェクトのコーディネーターとして最高幹部に位置する人々の間でだけ知られていて彼らの代表者が SCP-014 を彼らの言葉を借りて言うならばとても大切であると保証している点です。 SCP-014 と共に過ごした職員たちはそれが非常に重要であるという見解で一致しています。にもかかわらずなぜそこまで大切にするのか誰も未だに答えられません。 SCP-014 の実験は許可しません。どのような形であれ、SCP-014 を脅威にさらそうとする職員は速やかに終了させられます。追記。私はこの SCP を即刻終了させるべきであると提案します。生かしておくのは危険すぎます。エージェント、スプーン。申請を却下。いかなる脅威の証拠も存在しない。O5。